こよみよこよみ。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日のこよみ言うていこか。少々暑さが本格的になる頃や。七夕、織姫と彦星さんが会う日言うてよう言われとるけど、豊作を願ったり汚れを払ったりする行事やったんやよ。六曜は赤光、昼前後のみが吉で、あとは今日。今日の干支は日の絵虎、日の絵が陽の日で、虎が陽の木やさかい、これからおよごよを読むと、木が燃えて火を生むいうことで創生、物事が順調に進むいう系や。まあこんな感じやけんども、ざっくり暦の注釈見てどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとえひになるとええね。ほなまたね。